ますよ。うわー、やっぱり肌の透明感そうなんですよ、すごいね。うわー、可愛いな。だーすごい、うわー120点。うわー、いいね。うわー、めちゃくちゃ顔小さい。お待たせしました。あの擬音で声をかけました。はい、プライベートです。プライベートで擬音でキャナルのそばで、あまりにも綺麗だなと思って声をかけました。めっちゃ綺麗。すっぴんだったんですよ。それでも綺麗です。もうそんなすっぴんでも変わらんす。で、ジム帰りやったんですよ。コウさんなんて声かけたんですか。普通にすいませんみたいな感じで、お時間ありますかみたいな感じで、びっくりしました。もういきなり、ね、声かけられると思わなかったので。そうですよ。最初怪しいんだ。怪しいんだあ、お名前教えてもらっていいですか。田村真由です。お仕事何関係でしたっけ。秘書をしてます。あ、社長の秘書。そうです、社長秘書。秘書って言ってみたいですね、自分の人生。秘書の、いけないかな。秘書来ない。来ないかな。秘書、秘書とか言ってみたい人生だったんですけど。こんなメイクの秘書見たことない。ダメ？見たことない。あの時ジム行ってたじゃないですか。はい、でも趣味はジムがいいの？そうですね、ヨガとジム、ウォーキングしたりとか。もうなんか、できる女の趣味だよね。いや、わかります。大体ね、うん。ヨガ、ジムね。じゃあジム行って、どこを鍛えてるの主に。やっぱり最近お尻。お尻？でもお尻すごいですよ。いいですか、後ろ見てもらう。いやいやいや、そんなに大丈夫ですか。ね、ほらほらほら、パイルめちゃくちゃ。なんかね、これね、本当にあのスパッツの時見てほしかったんですよね。本当。なんかあれですか、ヨガとかジム行ってる時のコスチュームの写真とかあったりする？インスタとか何でもいいけど。気になる。なんかあるかな。なんかいっぱいありすぎてちょっとわかんないんですけど。インスタは？インスタしてます。上げてるやつ、上げてるやつ、水着しか。うわー、え、すごい、ま、めちゃ小さいですね、ちょっと。あ、いいですか、いいですか。おーい、やだ、ほら、うわー、すごい、綺麗。すごい綺麗。しかもこれ場所どこ。これここ東京アマンです。東京アマンっていうところ。何系が多いんですか、インスタの人。インスタ、ワンちゃんとか食べ物とかね。何これ、なんか温泉。結構大胆に行きましたね。これは何ですか。温泉ですか。いやいや、分かってますよ。温泉分かってますよ。このコスチュームどうですか。これ水着です。あ、水着なんですね。水着で入れる温泉。結構好きなんですね、こういうのがね。温泉大好きです。これママなんですよ。え、お母さん。そう、めちゃ若いよ。え、ママもビキニ着る。え、お母さんビキニ着てますよ。見せてもいいですか。いい、大丈夫です。お母さん、ほら、めちゃ若い。すごい。え、いくつですか、お母さん。58。すごい、若っ。やっぱり美容にこだわってらっしゃるんですか。そうですね。そうですよね。めちゃめちゃ美容大好き。彼氏は。彼氏いないんですよ。どんな人がいいの。え、どんな人。外見とか。優しい、お金持ってる。わかりやすい、経済力あって ね。あ、外見は。外見全くないです。全くない。はい、全くない。多分年収どのくらい。じゃあ年収どのくらい。いくらから。1000万以上。うわ、結構だね。1000万稼ぐのにどんだけ大変だと思う。本当も。ね、本当。みんな全滅。体いくつあっても足んないもん。それではマスクを取ってください。どうぞ。想像通りは。いやいや、もう裏切らないですね。あ、想像通りです。可愛い、綺麗、綺麗ですよね。綺麗だな。顎もめっちゃシュッとしてるし。いや、本当だ、もう上品だしな。でも顔もちっちゃいもん。顔もちっちゃい、体も細い。で、出てるところは出てる。出てる。パーフェクト。いや、本当パーフェクトですよ。めっちゃ綺麗だよ。綺麗だ。
さ、実は妹さんもねかなり可愛いモデルさんをされてるということなんですけど、はい、こちらの方です。一応ビューティーだけじゃあ、はい、じゃあビューティーだけ撮らせてもらっていいですか。はい、大丈夫です。お願いします。個性的だ。あれ何2人コンビ。うわちょっとまた個性的だな。もうチャムに全然キャラで負けてないね。じゃあお名前を教えてもらっていいですか。ナーナです。ナーナ。もう名前からナーナ。ナーナです。ナーナですね。あの日本の方ですか。いやお父さんがスイス人です。スイスでお母さん。お母さん日本人です。あそうなんですね。今学生さんですか。いや学生じゃないです。お、お仕事は何関係ですか。モデルしてます。モデルだよね。そらだってなかなかこのオールバックできないものを。そうですよ、ね、しかも改めて思ったんですけど目と目が距離近くないですか。めちゃくちゃじゃん。いやすげえと思って。それがスイスよね。そこがそこがスイス。知ってんの。知らん。絶対知らないから。スイス人の方と電話をしたことないですけど。ギャルさん一緒あのギャルポーズ。ギャルポーズ一緒あげるじゃん。ギャルしかやったん。ギャルしかやったん。いやマジバカ。マジバカ。あのスイスの方が言うと面白いね。ギャルしかやったんって。はあ。そう。なんかあれですか。モデルさん一本ですか。そうですね。あそうなの。その街は。こちらですか。高価です。本当。そう、はい。でもその割にね、なんかこっちに来て間もない感じの喋りかなと思ったんですよ。なんかあどけないですよね。うん。あどけないよ。滑舌が悪いの？滑舌が悪いんです。今ね滑舌を滑舌って言ってない。もう一回言って、もう一回言って。滑舌。あ入れた。本当に、ね、それこそインスタとかも今こういう感じですけど、めっちゃかっこいいんですよ。普段のしてる写真とか。マジですか。ちょっと見たい。インスタ見せて。あ、ちょっと待ってくださいね。え、語学は日本語だけ？博多弁しか喋れないんですよ。英語は？英語喋れないです。嘘。絶対喋れる口調でしょこれ。だって英語っぽいもんだって。英語っぽい日本語だもん。てかこの可愛さからのその写真を見たら結構驚きます。やば。やばい。やばいっす。これやばいっす。ほらスタッフみんな釘付けですよ。おすごい。これやばい。すごいですよね。それめちゃくちゃかっこいいですよね。嬉しい。やっぱですよ。すごい。これはびっくり。あこれもかっこいいな。これもミュージシャンやこんなの。ねえ。かっこいいよ。あと何すか。長いですか。どんなのがいいですか。これもな。同じ人と思えない。全然違うね。本当ですか。うん。でも全部可愛くて綺麗だけど、うん、ありがとうございます。綺麗だね。モデルさんだね。すごいですよね。ほんと綺麗。まだこんなに褒められるの今日だけよ、うん、今日だけだからね。本当よ。だからもう喋りがおばはんなんだよ。なんかね大体博多弁しか喋らんからね。ホワイト喋るとちょっとババ臭くなるよね。なるかね。なるかね。なんかじゃあ何してる時が一番楽しい。ホイちゃんなんかみんなを笑わせる時。エンターテイナー。今じゃん、うん、相当今日笑ってるもんねみんな。え本当に笑ってますか。大事よ。それ真相聞くのは大事。吉本の方じゃないですよ。それではマスクを取ってください。どうぞ。うわーかっこいい。目があったらドキッとするわ。あのテレキューの深夜番組やってるもんなんですけど、あコンバットと言います。はい、あの
ちょっとインタビューして女の子にで最後ちょっとマスク取ってもらうみたいなコーナーやってるんですけど、はい、ちょこっとインタビューしてもいいですか。あ、いいですか。すごい謙虚だな謙虚だな。私でいいんですかって。すごく可愛くないですか。もう声かけた時に私でいいんですかって言います。じゃあお名前教えてもらっていいですか。ヒカルです。え、ヒカルです。ヒカルちゃん、はい、ヒカルちゃんはいくつ。27です。あ、はい、お仕事何関係。仕事は普通接客業です。接客業、はい、昼パチンコ屋さん。あ、そうなんや。、はい、主婦です。普通に。あ、主婦、はい、あ、主婦なの。で、子供はいます。え、何人。1人。1人何歳の。もうすぐ5歳。そうなんや、はい、お母さんなんや。綺麗なお母さんやな。今日は何しに来たんですか。今日は脱毛で。脱毛全然。どの部分ですか今日。全部です。全部全身。今特に気になってるところは。もう全部です。全部。全部って1日でできるもんの。これ2時間ぐらいかかるんですけど、もうなんか年に何回か5回ぐらいに分けて。な、何派。いや、私は全部いらない派です。全部いらない派。アメリカンですね。アメリカってなんかそうらしいですね。らしいです ね。それではヒカルさん、マスクを取ってください。どうぞ。あー、いいですね。うわいい笑顔だな。自然ですね。